はいどうも、松脇です。ついにやってきましたイカロスベータ5。今回砂漠バイオームの追加ということでブラックサンドっていうミッションが来てます。かなり楽しみなんですけども、あくまで調査なんですけど、情報によるとこの不毛な地域から戻ってきた人はほとんどいないと言われている場所らしいので、おそらく、ほぼ間違いなく何かしらの驚異的な生物がいるんでしょうね。今回前半の方は飛ばしていこうかなと思うので、早速砂漠調査を開始したいと思います。それではご覧ください。どうぞ。 Welcome to the Icarus。 さて、ついにやってまいりました砂漠への一歩。ドリルでね、穴開けたんすけど、そのシーンはちょっと撮れてなかったみたいなんで残念なんですけどね。こっからちょっと砂漠の方行ってみたいと思います。最終的に準備、今インベントリーに入れてるのが、砂漠に行ってから木の壁、床だとか持って行って、砂漠に1個ちょっと簡単な建造物建築して後で強化しようかなと思ってますね。あと武器としてショットガン弾20発、あと弓骨の矢65ドリカーブ棒、あとプラチナナイフ、ピッケルはプラチナで、あとは魔法瓶とベリージャム1つ、あと必要なもの、弾もちょっと欲しいけど、ライフルを持っていきますか。念のためね、何が出てくるか分かんないんで。焼夷弾は置いとこうか。じゃあ、ハンティングライフルを6番で、リロードしとくか。で、重さが今の自分の重量がもう大方8割いってます。96キロとか持ってるんで。よし、じゃあ行ってみるか。ゆふふー、ドキドキするね。ワクワクドキドキだな。このね、ドリルで開けたんすよ、ここにあった岩を。タカ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 ッつって、この先に未知の領域が待っている。うおー、完全なる、うわっと、これ砂嵐だな、やべえぞ。もういけるかな。うふぅ、来たぜおい、砂漠、幕開けだ。今回のね、ベータの目玉、砂漠地方でございます。さあ、一体何が待ち受けるのか。これすごいな。こっちはこんなに乾燥地帯なのにね、あの奥はもうすぐ雪山になってる。あ、こっちもほら、すごい環境やな。あそこに星が1つ。お、なんかいるね。イエーイ。ふふん。さあ、こいつはなんだ。アンテロープや。うおー、新しい生物。ちょっと荷物あんまり入らないんだけど、剥ぎ取るか。なるほど。取れねえわな。ちょっとこれ動物殺しても仕方ないから、ちょっと動物はもう殺さずに行こうかな。いやー、すげえな。うわー、すごいな、この感じ。今のところ美しさが勝ってて不安感はないかな。
わ、ここ面白いな。あ、ここめちゃくちゃいいんじゃないか、建築すんのに。ちょっと早いか、もうちょっと見るか、建築できる場所。いやけどここすごく、なんかこの壁の斜面に建築物、建造物作りたいな。鉱石は、あ、これサボテン取れるのか。お、木が出てくる、サボテンから。あ、荷物がいっぱいで持てないのか。で、サルファー、オキサイト、シリカ、うん、なるほど。え、どこに建てようかな。あの壁めっちゃいいんやけどな、日当たりもいいし。ガラスの窓なんてつけるとすごいおしゃれなね、建物壁にこう貼り付けて作れるんじゃねえか。とりあえずもうちょっと攻めるか。イースト、今東に向いて、あ、ここの上、あ、あそことかも良さそうだな。あの上階段でこっちから上がって登って家作るっていうのもありやな。あ、この上とかもね。あ、結構この立地条件が面白いな。オアシス、水が近くにあるっていうのはでかいな。あ、こことかいいんじゃねえか。この壁いいとこしかないぞ。水があるっていうのは生活のしやすいもんな。はいはいはい、なるほどね。雪山から溶けた水が流れてきてる感じか。これ前回のベータの時にあの向こう側のここの上まで来たな。でこっちが来るとあのマップが入れなかったから、その続きに来てるって感じですね。ちょっと川下るか。ワニとか出てこないのか。どこに建造物作っかな。暑くねえだろうな。あ、大丈夫だね。いやけど9時の時点でこの暑さ、ちょっと暑さがやばいかも。装備的にカーボンアーマーつけてんすけどね。もうちょっと探索してみるか。まだ先進めだな今んところ。おっと、やばい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 、こういうの怖い。急に、おい、これ以上先行けない。 OK、 やめろ。あれで俺一回この HUD 全部消して優雅にこう、おーすげえなーとかって言ってたら、時間出てるの気づかずにそのまま死んでアイテム回収できなかったことがあるんで、ちょっとこっからはこれ HUD 表示していきます。危ねえわ、今持ってるの失ったらかなり痛いから。中国もそれやめて、心臓に悪い心臓に悪い。なんやねん、こっち来れない。めちゃ狭くないか。大丈夫か。そんな死に方すんの嫌だぞ。こっちなのか。やべえ、ヒートだいぶ熱くなってきたな。ちょっと水飲むか。ちょっと水飲んで温度下げて。これ怖いよな。下行ったはいいけど、砂漠っつってもすごい水が豊富な地帯なんだな、ここは。なんか面白そうなとこねえかな。ここを入れるのか。これ勢いよくジャンプしてマップ圏外だったりしたパターンが一番嫌だからな。環境温度35度、
35度ぐらいだったら大丈夫だろう。こういうとこ怖いか。滑りそうだな。やだな。やめとけ。おっと、ハイエラ。OK。ここから下に降りれる。行くだけ行ってみるか。あ、洞窟だ。おい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 、あるじゃねえの。いやいや、洞窟だぜ。スクショなんて撮っちゃってね。ライフル持っとくか。とりあえず、ここどこだ。地点で言うと M6 の右下、 M6 の右下に洞窟がある。おお、稲妻怖いぞ。11時36分で気温が38度まで上昇してきたな。かなり暑いんだが、スキャニングゾーンっていうのがどこにあるかだよな。リーチザスキャニングゾーンっつって、スキャニングゾーンを押さえないといけないんだろうけど、マップにそんなとこ、あ、これか、スキャニングゾーンって。ってことは中継地点に立てた方がいいんじゃね。うん、あったわ、スキャニングゾーン。これだ。めっちゃ奥やん。よし、じゃあちょっとスキャニングゾーンに近づいたところで拠点組むわ。他にルートがあるとしたらこっち、西側のルートから回り込む。逆に川を下る？大丈夫か、こっち。どうよ。どうなのよ。おい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 。こっち洞窟あるかな？赤い、強烈なのが近づいてくるな。これ良くなくねえか。しないのか。やべえ、やべえ、やばいっす。はい、とりあえず緊急避難や。砂嵐が。外どうなってんだ。わわわわわわ、これダメだな。早いとこ家建ててよかったな、これ。これは危ねえわ。おお。まあ全然いける、全然いける。いや、もうちょいぶっ壊れてからすっか。修理ハンマーが持たねえ。あんますぐ直してると。ミシ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 言ってるから。あの曇りマーク行くまで耐えれねえかな。いけるだろう。じゃあ無傷だ。いけそうだな。オッケー。んで、これ回収していく。オッケー。これで全部自分の懐にまた戻ってきたんでね。またリサイクルできるんで。やれやれ。なんとかやり過ごしましたね。
OK。 さあ、おあっち雪山、え、行けるの、行けるのか雪山、どうなんだ、やべ暗くなんぞ次は、参ったな。ちょっとあの雪山だけ入れるかどうかチェックするか、来たついでに。お、これはこれはお楽しみの隠し洞窟じゃないですか。さて、おお、しっかりとした洞窟やな。まあ、鉄道、鉄、鉄、石炭、鉄道、銅、銅、プラチナ。お、すげえ埋もれ方してる動画。うん、なるほどね。ここが K7M6 にあったのと K7 に洞窟があった。こっからずっと北に行けば、スキャニングゾーン。よっしゃ、今晩はあの洞窟で暖を取るとして、そうだな、とりあえずはこの雪山行けるかどうかのチェック。問題はここだよな、ここを抜けて北に行けるのか、それともここで引き返せになるのか。で、待て待て、行けるぞ。一気に気温がマイナス12度まで低下、すごい環境の差だな。うわ、やばい、やばい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 、戻れ戻れ戻れ、おい、ダメだ、やっぱ行けねえ。いけねえな。ってことはもうルートは限られてる？どうすっかな。北に行っても無理だし、絶対なんかルートあるよな。なぜ北に登れない？この雪山ルートが通れないのはもう分かったから、山を、分かったぞ。いけそうだな、この明るさなら。8時で。おお、でけえ惑星。いや、これすごくないか？あの惑星よく見ると、ちゃんと回ってるよね。すげえ。そうだな、あの山を迂回して、北上してみるか。そのルートで行ってみるか。これいけるな。よし、行くか。この雪山ルートじゃなくて、まあ、これイースト行って、ここを迂回する、こっから北の方を向いて抜け道がある、ここ行けるか。ここ来てねえもんな。よし、新しいルートだ。HUD 消したいけど、消したら死ぬ可能性があるから消せんな。松明ない方が見やすいな。ここ抜けて、あれが目印か、あの穴開いたとこ目印にして、あの穴開いたとこもなんか面白いな。右に行くルートと左に、まあ、まっすぐ北に北上するルートがあるんだが、
はまあ北上でいいよな。荷物に余裕があるならな、ここで魚とか取りたいんだけど、魚バフ決めたいんだけども。おー、寒さが答えるね。ちょっとこれ寒いな。八重するか。あ、間違えた。ここでやれ過ごすか、朝になるまで。寒すぎるわ。オッケー。まあだいぶ、お、かなり北上してきてるね。いけんじゃねえか、このまんま北上していけば。いやー、かなり面白くなってきたな。じゃあ一旦この辺でストップしようかな。うん、じゃあまあこの辺で一旦じゃあ休憩してまたやりたいと思います。お疲れ様でした。さあ3時ですな。外の様子は、やはり外は寒い。一気に温度が低下していく。めちゃくちゃ寒いな。ダメだ、夜はやりす、ここでやり過ごそう。3時29分か、まあ、動かない方が腹持ちもいいだろう。いやー、これ奥地に絶対なんかいるだろう。いけっかな。ヘッジホッグ持ってきてないんだよな。大好きなヘッジホッグがないのよ。もうでけえの出てきたらライフル打ち込んで、近づいてきたらショットガンで打ち込むしかねえもんな。全弾閉鎖決めたらいけるだろう。足が遅いからな。何が出てくるかにもよるんだけど、革20枚集めるか。寝袋作ってもいいな。アンテロープの毛皮取るか。お、軽度の砂塵、大したことねえな。これが過ぎたらちょうどいけるぐらいかな。あ、ゆっくり行こう。慌てたことはねえや。いや、しかしかつてこんなに面白いゲームあったか。あったな。アンテロープいるな。やるか。マジ。よし、毛皮持ってるか。持ってるね。2枚だけか。もう1匹いた。よっしゃ、気づかれたか。でかいのいる。 OK、 よし、OK、 これで寝袋作れる。壊していくと、これね、上からちゃんと壊さないとね、戻ってこなくなるから。オッケー。よっしゃ、行くか。どっか拠点立てるいいとこねえかな。面白いとこがいいんだよな。ここら辺水もあっていいよな。かなり近づいてきた。近いぞ。もう近いな。ここに拠点組んどくか、一応。よし、ここにちっちゃいの組もう。よし、ここもリスポンチにした。もし仮に死んだ場合、こっから戻って死体即回収する。よし、 OK、 酸素半分。よし、行くか。やるぜ。何か絶対出てくるから。さあ、楽しくなってきたね。
さあそのゾーンに入ったぞ、スキャニングゾーン。さあ一体何があるか。まあなんせこのここに調査にしに来たスペクターズ、スペクターだったっけ、この探索してる人たちは帰ってきた人がいないっていう、なかなか帰ってきた人がいないって言われてるみたいだからね、かなりの生物が潜んでるんじゃないかな。今んとこね、雪山みたいにあの白熊みたいなのが全く出てきてないから逆に怖いよね。マシンベンチでクラフトレーダーを作る。俺作ったぞ。持ってきてねえな。ディプロイレーダーインスキャニングゾーン。マジか。そういうこと？そういうことか。レーダーを作って持ってきてここに設置しないといけないんだ。一回帰らねえといけねえな、これ。マジかよ。持ってきてたらよかった。さあ来やがれ。Okay. These things can be temperamental. So don't wander off. なんか来る、なんか来る。うお、what the fuck?